メゾンブックガールのナオフエア。わあ、イエーイ、お待たせ。何？待ってた、みんな待ってたよね。みんな待ってたから。はい、はい、今回の MC はも前回ゲームで負けた私井上が務めます。はい、何回目ですか？あなたがさ、なんか MC 勝ったのにやりたくないって言って。負けた人がやることになったのに一番やってんじゃん。確かに確かに私イードシッペだったね、うん、そうだよ、そうだ、バーチが当たってるの、バーチが当たってるか。いやね、そんな嫌な言い方。どんどん井上さんの MC が上達する番組。そうだね、私じゃあ頑張るわ。終わる頃には敏腕 MC になってるかもしれない、ね、よろしくお願いします。お願いします。はい、8回目ですけど、はい、そっか、8回のうち何回 MC やってんだろうな、もう5回ぐらいやってんのかな。体感そんくらいだよね。4回だ、ね、え、4回半分やってんだ、やばー、一周してその後1回だけ葵ちゃんがやって、そからもうずっとゆいちゃんってことか。そうだそうだ。もうずっとこの場所にいる気がする。でも私もしかしたら1回しかしてないかも。あ、順番に回ってた時だ、うん、ああ、へー、そろそろ回してあげなきゃ。みんなに。そうだね、そうだね。待ってる待ってる。井上が勝つの待って、任せてくれ。応援して。頑張ろう。私を任せてくれ。はい、そんな私なんですけど、この間お誕生日迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。私も私も。私も。あ、そっか。もうすぐ。そっか。あでもこれがそう、この収録の日は違うんですけど、そう違うんです、放送日にはもう迎えて、おめでとう、おめでとう。やった。どうだったプレゼント？なんか、うん、驚いた。驚いた。でしょ。驚いた。驚いたか。ゆいの生誕の配信にも私の配信にもね、一緒に出てもらって、そう、一緒に出てもらって、そうね、日付を一緒に超えようっていう。そうそうそう、ガチ。ガチ生誕ね、うん、ガチ生誕。嘘の生誕今までなかったけどね。そうそう、9月はもう一緒に運命共同体ですね。そうですね。そうですか。9月においてはね。そうなの、今日あの誕生日にみんなからもらったリップしたの、素敵、え、かわいい、かわいい。そう、私は何もらえるんだろう、何がいい、ちなみに驚くもの、まだ用意してないんだ。あ、そうなの、うん、じゃあって LINE するわ。Amazon の、 あの URL を URL 送ってください。ポチッてする。間違いないけど、なんか選ばせてくれや。確かにね。もうちょっと大枠で言ってくれや。確かに。じゃあ楽しみにしててね。はい、はい。はい。それでは本日最初のコーナーはこちらです。ブラインド&サイレントダンス。ダンス、ダンス、yeah. はい、この企画では普段息の合ったパフォーマンスでライブを行う僕らが目隠しいじられてる。息が合ってるっていじられてんのか。息の合ったパフォーマンスでライブを行う僕らが目隠し無音で踊ったらどうなるのか、自分の体感とリズム感だけで息を合わせられるのか見てみようという検証企画です。皆さんには収録前に踊っていただきましたね。はい、はい、私さ、あの他のアーティストさんとかがこれやってる動画を見るのがすっごい好きで、あ、そうなんだ、めちゃめちゃ面白いんだよね。やってるんだ。でも僕がってさ、うん、やっぱカウントとかが独特だからさ、そうだね、難しいのかな、うん、フォーメーション移動も結構激しい気がする、うんうんうん、いや、そうなのよっていうね、うん、体感クソだったかも。いや本当に。ね、そうだよね、しかも私先週ぐらいに踊ってて、うん、私早撮りしがちだなっていうのをマジで先週分かったの。おだからここでもしかしたら出ちゃってるかもしれない。そう、うちらはまだ見てないからね、その、うんうん、踊ったってだけで、はい OK ですって言われてて、そうなんだよ、終わってるからどうなってるか分かってないから、うん、ちょっと楽しみですね。じゃあ見てみましょうか。はい、はい、1曲目はカルマです、はいはい、カルマは1サビから感想を1サビ終わりの
一サビ終わって感想を踊りました、うんうんうん、はい、イントロから1サビ、イントロ1サビ感想です。カルマは意外とその人と人が交差するところが多いよね。そうだね、サビは一列だけど、そうだね、でも一列のさ、まあ、後ろに下がっていって誰かに首を掴まれないといけなくて、そう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 とかね、何もなかったそうだわ、誰の、ね、そっか、そうだね、あったねそうだね、誰の首も掴まなかったわ掴まれもしないし、掴みもしない、うん、そうだわ、忘れてた、掴みに行けばよかった。じゃあ見てみましょうか。はい、それではカルマお願いします。これは面白い、あの例の正解だよね、例のあれつけてるじゃん、うん、本当だねおお、あ、いいよいいよ、まだ大丈夫、あ、いいよいいよいいよ、あ、なんかずれてなくない？あ、いいよ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 、あ、でもまだ揃ってる方じゃない？あ、私ずれてる、あ、ちょっと遅れ始めちゃった、あ、どこ向いてるよ、あ、ちょっと遅いよ。だらかぶりしてる。ゆいちゃんほぼオンじゃない？すごい。いやでも角度がおかしいですよ。あ、いいよ。やばいやばい。めっちゃ速いわ。すごいすごいすごい。おのおのの方向いてる。事故が事故が。全然横位置じゃないし。またなんでそうなったの？またなんでそうなったの？多分なんか人の気配を感じたのかな。ちょっと待って、私もう感想入っちゃった。感想入っちゃった。早っ。感想入っちゃった。あ、ちょっと早いな。あ、すごいすごいすごいところにいるな、早っなんか前衛的なさ、ね、舞台見てるみたいじゃない前衛的な舞台だよこれ技めっちゃ遠いやん一人だけすごい変なとこよめちゃめちゃ舞台やばいねめちゃくちゃ前衛的な舞台だこれ、あの無言で見るやつそうだから OK かかるまでね、はい、カット、そうカットかかるまでね、なんで笑っちゃうの？みんな正面違った、変なとこ見て、まだもっと遠かったんだそうそう、目開けた時になんでそこにいんのって思ったら、もっと遠く見たよね、今寄ったよね、寄ったよどこでああなったんだっけな、多分正面が変わったんじゃない、そうなんだよね、ぶつかっちゃって、そうだ、こう下がっていく時にあっち側に行っちゃったんだよ、フェードアウトやばいって、フェードアウト面白すぎる、フェードアウトやばいでしょめっちゃ面白いんだけどだだめっちゃ面白いな、なんか私と和田はさ、なんか曲にはまあ、うん、そうだね、合ってるっちゃ、まあ合ってないけど、尺はなんかなんだかんだでずれつまったって感じした、うん、正面がずれちゃってるからもうもうね、足も早すぎ、一回さ、ぶつかったらちょっと間違いやもう分かんなくなっちゃってあの後噛んで、もうサビかって思って全部省いてサビいっちゃった、で私一回こけたけど取り戻したのすごくない？すごいずっと曲は流れてた、いやすごい、ね、私もさ、あの途中でわーどこだってなって、あ、もうこれダメだなこの人って思いながら見てたら、なんか辻褄合ってたのすごいねさすが、ね、体感時間は、でも結構さ、うちらぶつかったのさ、うん、割と勢いよくぶつかったよね、多分そうかも、なんか私、あ、ぶつかったなと思ったけど、ゆいあんなに転んでたんだね知らなかった、だってその後さ、絶対ぶつかったってことは周りに人がいるわけじゃん、そう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 、だから怖いよね、そう怖いからそうごめんごめん大丈夫か大丈夫かって言いながらぶつかると詰むんのよ、そう、そうなのよ、もうそのまま動けなくなるのよそうなんだよね、ぶつかるってことは自分が正しい位置にいないってことではなるから、もう
みんなのわけわかんないとこにいるのかなと思っちゃって、うん、普段行っていいはずの場所に勢いよく向かったらそこに人がいるかもしれないっていうね。てか何この状況。あ、面白かった。すごい面白かった。意外と面白かった。カルマはまあまあそんなにって思ってたけどすごい面白かった、うん、そうだね、芸的だったな。いや途中の舞台感やばかった。やばかったやばかった。なんか向かい合って一人だけすごい違うとこでいいんだよね。インスタレーションあるよね、ああいう舞台。なんかさ、あのムーンみたいな音楽がさ、照明がね、ガチャンガチャンガチャンガみたいな、なんか音楽がさ、ジュン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 みたいな、超面白いね、音楽流れてる感じの。はい、今度ああいうのやろうかな。てかやったことない、あれ、ああいうの。あるっけ？あったっけ？ 4F でさ、ああいうのなかった。あれあったかもしれない。小春寺がコートを落としていなくなるみたいな。あー、まあ、近いっちゃ近い、ね、違うみたいな ね、 確かにね。あ、まあ、まあ確かにあったっちゃ、あ、面白かった。はい、はい、続いてまだあるんですよね。はい、次は2曲目はフェイスレスネスです。フェイスレスネスはイントロから1サビ終わりまで来ましたね。はい、うん、はいはいはい。フェイスレスネスはあのターンするとこがあるのが、いや、そう、そう、そう、怖かった、怖かった、怖かった。でなんかさ、前後が変わってるじゃん、うんうんうん、そう、あれが怖くて、うんうん、正面が変わるってのさ見えないと思う。しかもさ、目なくて耳なく、今まあジャンプするのだけでも怖かったよね。怖かった。 その場しか行けない。しかもさ、これさ、たださ音ないだけじゃなくてザーって言ったんだよね、うんうん、そうそう、めちゃくちゃ怖かった。いやー、ちょっと楽しみですね。はい、それではフェイスレスネスお願いします。でも前半ちょっとね自信ある。葵ちゃん体操着バックダンサーじゃん。あ、早い早い、カルマさん早いです。まだ来てないのに。めっちゃ早いよ。早いよ。なんかゆいちゃんの体内時計がすごい。本当？なんかさ、私さ、早撮りだなって思ってちょっとゆっくりめにしちゃった。マジずっと早いな。はいや。2度目の2度目の。あ、もうなんか入ってきた。やばいよ。あ、もうだよ。もう歌って。あなたの番よ。歌って。髪の色がめっちゃ濃い。でも位置は合ってんだよな、今まだ。まあまあ。分かんなくなっちゃってる。あ、ほい、危ないね、あの機材とか。危ない、危ない、危ない。言われてた。ね、葵ちゃん、マジ早いね。サビ行くじゃん。サビ行ってんじゃん。危ない、危ない、危ない。危ないよって。てかさ、なんで後ろに下がるの、それ。危ないって言われてるからさ、うちらさ、怖くてもそのまま近づく。おい、終わったじゃん。終わった。あ、最高なんだけど、本当に。そう、終わってから長いなぁ。すごい、ゆい、すごい。すごい。センターにいるもん。危ないよ。めっちゃ葵ずっと危なかったな。ずっと危ないし、めっちゃ速いし、めっちゃ怖くて前後はできなかった。コーダのところにも回れそうだった。なんかいっぱい踏むって思った。ダメでしょ。なんかいっぱい違うよ。ここじゃないと思って。やる前はまさかこんなところまで行くわけがないよねって思ってたね、言ってたのに。いや、葵ちゃんめっちゃ面白い。
だなんかもう私閉所恐怖症と暗所恐怖症があるからもうめっちゃ怖くて心臓もドドドドドドって言ってんねやんずっと。でそれで音取ってるからさ秒で終わんねん秒で終わんねん一人だけめっちゃ BPM 早いからBPM 早くなってたんだ。そうもう本当に心臓がやばかった。めっちゃ怖かった。機材の方行くのやばいよね超機材に吸い寄せられてた危ない。でもターンとかするからさあの後ろ危ないよって言われた次の瞬間右危ないよって言われてそうそうそうどこにも動けなくなってうちら3人固まってたもんね。言うの取れない葵のせいでもうどっちが前かも分かんなくなる。うわ面白かった。意外とサビが大変だったもん、うんうん、いや怖いわ振り向くからね。いやそうなんだよね、うん、ゆいすごいね終わり完璧じゃなかった、うん、ゆいちゃんすごいね。ずっと歌ってたの。歌ってた。あすごい歌っとけばよかったな。ずっとチャララチャラってさ全部歌ってた。すごなんかね途中で怖くなってなんか分かんなくなって手放ししにしちゃう。分かんない分かんないって言っちゃう瞬間どうしてももう諦めちゃう時あったもん。なんか分かんない分かんないなんか叫んでるの聞こえた気がするなこいつです私です。お前かあ面白かった。いや、はい、それでは最後の曲ですね。お最後が闇色の朝です。闇色の朝は感想明けから曲終わりまでやりましたね。闇色の朝を実はまあ一番最初に撮ったんだけど、曲終わってあのアイマスク撮った瞬間のミラクルが立ち位置がそうミラクルが起こってミラクルが起こったからねちょっと一番面白かった最後はね。そう最後見た時ね面白かったのが一番面白かったんだけど闇色だったね。うちら的にはね。そうそうそう、だから闇色以外そんななんか自分の中で弾んでなかったんだけど、うん、ちょっと2曲ともすごい面白かったから大丈夫葵のやつ見とくもう一回サビの確かにもうね危ない危ないって言われてるのともう怖いのでもうなんかパニック起こしてるんやんかあの人あの人ねあの人なんか端っこでえってずっと言ってるからあ本当面白かった。ずっと早いもんね。そう最初から早いんだよね。なんか誰か歌ってない？そのガンギマった目でした。ガンギマって言うなよ。あ面白い。あなた今歌ってるところなのに。おせえな。葵もうだって葵の後ろコードあるもん。本当だ。和田も前にいるな。え葵ちゃん前に行くところ本当はどこだ。位置はねまだ合ってるこの辺はね。あそうだねまだ合ってるね。この辺でちょっとおかしくなる。ターンするところでマイク変わっちゃう。確かに。おかしくなる。あ、やばい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 。ちょっとやばいやばいやばい。ダメだよ。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、よかったよかった。もう怖いからやばい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 。正直大極拳してるなんか人がいるか分かんなくて大極拳してた。あおいやばいやばい危ない。危ない危ない危ない。どきなよそこからてかジャンプで後ろ下がるのおかしくない？いやそうなんよ。なんで後ろ下がってんの？わかんない。もう葵ちゃんしか見れない。おもろすぎる。かわいそう。葵ちゃんだけ機械見てる。はいストップ。ストップください。思ったのと違う。あーおもろ面白かった。
おかしいやん。だってさ、だってサビでさ、ジャンプして前に進むしかないじゃん、振りは、ね、後ろ行ってんだもん。後ろ行く振りもある。振り返って後ろに行くやん。で後ろに進んでたじゃん、後ろ向きで。後ろに飛んでたじゃん。それはなんだろうね。しかも危ない方にまた行ってんだよ。面白かった。人はパニックを起こすとこうなります。この映像だけもらおう。一生見てれる。はい、では次が闇色の朝です。お願いします。問題作。問題作。感想秋からね。綺麗だもんね今も。あ、いいよいいよ。あ、まだいけるよ。ちょっと近いけど。いいよ。あいちゃんが迫りくる。あ、いいよいいよ。あ、いいよいいよ。めちゃくちゃいいよ。全然いいわ。あ、いいよいいよ。あた。あおいちゃんの次になってる。え、私絶対、私って場所完璧じゃない？うん。場所完璧。なんで？まだ前出がちなんだよ。前出がちだね。あ、合ってんの？え、完璧じゃん。完璧、うちら完璧。あ、いいじゃん、いいじゃん。もういるもん。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。探してる、探してる。それじゃないんだよ。それ、その人じゃないんだよ。出会ってて。でもほぼ位置的に和田の位置だったわ。後ろがセット衝突してなんかこっちなのかなと思って、じわじわ途中まで完璧だったね。完璧だった。いや、すごかった。最後は良かったんだけど、なんか言い訳してるわ。答え合わせしてんの。いや、でも人を見つけられてマジで嬉しかったんだけどな。違かったね、人がね。そう、本当は小庄司が和田の後ろに行って、そうそうそう、で2列になってんのよ。で私は葵ちゃんの目を隠すのよ。そうなのに葵の後ろに2人並んじゃった。おもろ。これはおもろかった。え、ちょっとマジで今年一番かもしれない。結構もう闇色できないかも。いや、私もさ、だって葵ちゃんをさ本来隠すわけだからさ、なんか人の気配がしたからさ、あ、もうこれ葵ちゃんだわって思ってやったらさ、小庄司なんだもん。すごかった。3人鳴らしてたんだから、ね、いいな、みんな相方がいた。一人で完結した人いた。人探してたら違う方行っちゃって。もう一回、もう一回見るって。おかわり闇色しろ。もう一回見たい。もう一回闇色おかわりです。いや、最初マジでうちら完璧だよね。唯一と私ね。私だけがずっと早い。場所も音も完璧だった。場所もおかしい。いいよいいよ。上にでも本当があるからね。めっちゃ早い、ちょっと。ここで前が分かんなくなっちゃった。いいよ、頑張れ頑張れ。いいよ。ピキチ完璧なんだよ。葵ちゃんとさ、一列すぎてなんかカノンダンスみたいになるみたいな。ちょっとちょっとそれ。葵ちゃんすごいな。あんたもねって綺麗にやったのにいたずりついてる。カノンになってんだよ。でももう葵に行くしか。あ、探してる探してる。みんな、みんな、みんな誰かを探してる。この形面白すぎる。まだ一人見てるうちらを。
真の時あったよね。そう。こうやってこうやった。人いた。嬉しいってやった。違った。確信してたもんね。面白かった。めちゃめちゃ面白かった。これはちょっと。多分名古屋フェアで一番面白いかもしれない今までの功績で神回だわでが結構2020年あった出来事の中でベスト3に入るぐらい笑ったかもしれない分かる分かるいや面白かった、ね、これなんかうちらだけだったら悲しいねダンスがさ確かにいつもしてる分面白いだったらあれだけどみんなも笑ってくれたら何がいいかな他に、うん、なんだろうダンスだもんねダンスでね何がいいんだろうねなんかでも2人ペアみたいなやついいかもね確かにね結構あるんじゃない2人ペアのやつとか闇いや長い夜とか長い夜あ長い夜これだね絶対おもろい絶対おもろいまたコショと私にこうやってやってこしねこれ、葵と…あ、いたわ、ゆいちゃんと思ってコショコショと、あ、まだいたと思って葵とやってんの怖い話だよ怖いよありそうだねありそうだね、ありそうだな最後のさ、あの私とコショウジがさ、こうやって土台になってさ二人がこうやってするとことかさどうなるんだろうねこうやってこうやって探して長い夜多分やばいわやばそういや面白かったいやまたなんか普通に遊びでしよいやもう本当に怖かったいやそうだねそうだねマジで意外とねこういう環境がないとできないことだと思うね、うん、声聞こえないようにしてそうだねあ面白かった面白かった、 かったはい以上ブラインド&サイレントダンスでしたはい疲れちゃった笑い疲れちゃったはい次のコーナーは MBG シンクシンクシンクはいこのコーナーは答えが複数ある質問が出されます例えばかき氷の好きな味はなどがありまして4人の回答が揃うまでこのコーナーが終わりません一生続いちゃうかもなるほどねもう一発で終わらせよう、はい、あそしたら早く帰れるってことそう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 早く帰れる巻いていきましょう回してるからね、はい、みんなが通じ合って揃うのか誰かにみんなで合わせに行くのかみんなの心が合わせようというコーナーですでもなんかあの私心が通じ合ってない説がなんか浮上してきたからいやそうなんだよね頑張るわなんだっけ曲さ全然違った時あったよね、うん曲当てる時かな、うん、なんか足の小指が悲しみ悲しみ悲しみあーそれだそれだベランダとかねちょっとずれてるんで私がねなんでかね違うんだよだから、うん、ここの4人で心を4人で合わせるんじゃなくて、うんはい、なんか一人に合わせに行けばなるほどね当てに行けるんじゃないまあいいや最初はまあ確かに素直にやってみよ う, みようそう素直にやってみよう、うん、1問目お願いしますうわえ待って合っちゃうかもよこれ合っちゃうかもマジで、すごい変な感じ合っちゃうんじゃない書いた書いた書いたはいそれでは一斉に答えをオープンダンえっ待って待って変って何変って誰変って何がない人がいる変拍子ですよ変って何変拍子です変って何変拍子ってこと本当に本当に正直に言いなさい怒んないから怒ってるちょっと怒ってるよ正直に言うと変拍子も含まれるいろんな変っていうことだったそうだよねじゃあぐるっとまとめて正解じゃないそうそう甘いな終わった終わったおもろいや息ぴったりだわさすがだねやっぱ何年5年6年やってきただけあるわバイブスの調整できてっから常にこれはイージー問題だったしねあ審議されてる審議確かにまあふわっとしてるもんな
やっぱ井上だけでも回答違うんだよ、変拍子ってさ。いやでもこれあっただけでも随分すごいと思うけどね。えでも合いそうだよ、ブクワといえば。これが土定番すぎて、違う外してくるかなともちょっと思った。なんか闇とかさ、ちょっとなんか違うこと入れてくる人いるかなって思ったけど、そう、あのいわゆるを書いちゃったな。そうだね、そうだね。あ、そういうところを狙っていけばいいのか。オッケー。じゃあ、はい、はい、2問目。じゃあなしということですね。続きます。2問目お願いします。福賀の曲といえば、うわ、やっぱ。曲を1曲ってこと、ね。あ、一曲か。いやこれも会うことはなきにしもあらずじゃない。私会うと思ったわ。それだと思う。かけた。うん、うん、はいはい、答えをオープン。あー、誰、悲しみ。なんでや、これできた時いなかったんだよ私。でもよ、いやーでもよ、わかるわ。え、待って、ちょっとね、あのキンキンのブクガのこと思い浮かべちゃって。悲しみか。悲しみ。いやー、バスルームだわ。マジか、合うと思ったわこれ。あのクラップよね。そうだよね。そうだね、叩き続けてきたな。そうだよ。最近やってなかったから、そんな言い訳はいいんだよ。そうだよ、そうだよ。はい、私もそう思います。はい。え、なんかどんどん難しくなってきた。もう合わなくなるよ。どんどん難しくなってきたよ。これから、これから。あ、でもね、割とこれはね、いや、これ多分当たる。みんな、みんなあるやん、ファイブス合わせて。みんな、みんな、ね、正直合うと思うよ、本当に、うん、結構ね、うちら合うのよ、うん。しかもなんか店名まで揃えられる。店名同じの思い浮かべてたらいいな。店名。なんならね。お、答え出ちゃった。ダメだ。え、誰、お前、和田さん、パッタやろ。いやー、バーミヤン行ってたやん、よく行ってたね。そんな古い話、何年前の話してんのよ。そっか、私だけか、あのパッタイがあんましっくりきてないの。そうだったの。みんなパッタイのこと大好きなのかもって。いや、なんか2人が好きだよね。そうだから、うちらの意見が通るってい う、うん、そうそう。いや、私もタイ料理好きだからさ。おいおい、中華も好きだけどね。でもでも店名って言われた時思い出せないって思った。いや、だから店名でもうね、バーミヤンを確信したんよ。 あれね、名前覚えてないけど。そうそうそう。え、そんなさ、好きやったやんとか言うならさ、米田が好きな時期だってあったやん。いや、あったよね。そうだね、大戸屋が好きな時期もあったね。そうだよ。え、待って、ちょっと和田さん調子悪いじゃないですか。調子悪い、どうしよう。それか、え、わざととしか思えん、わざと思えんな。帰りたくないの。あれ、なんか監督とかに なんかあれ、お金とかされてない。なんか盛り上げてくれよみたいな。盛り上げてください、広げてくれ。大丈夫、最初遠慮しあったのにな。すいません。次、はい、次お願いします。あ、いや待って、あるある、なんだっけ、あれかな、なんだっけ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 、あれ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 、なんだっけ、あ、思い出せない名前、わかってる、あれあれあれ、多分小正寺だけが覚えてる。あれを私は今書いた。私も、私も書いた、私も書いた、わかってんね、私も書いた、わかってんね、わかって、わかってよ、わかる、音だけわかる、わかってよ、わかってよ、あれだよ、分かってんねんって。アマゾンさんに言ったじゃん。分かってんねんって。出てこん。あ、思い出した。うわー、マジで出てこん。ねえ、あ、もう全然違うのしか出てこん。なんでよ、思い出した。あ、もう全然ダメ。アマルタだ。なんで。パパはニューギニアとか言ったことない。言ったことないやん。どこにあるのかちょっと分かんないし。マルタ共和国だ。ね、だけ覚えてたの。なんか知らんけど、す
カイブルーみたいな水色みたいな、そうそうそう水色な綺麗なね、綺麗な、あーマルタキ王国だ、どこなのパプアニューギニー、南国っぽいじゃん、なんかもしかしたら見たら行きたくなるのかもしれないけど、ないけど話題に上がったことはないよ、上がってはないよ、そうなのあれあマルタか、難しくなっていく、難しくなってきた、惜しいね、惜しいね、はい、次です、スポーツか、4人でやらないな、やらないね、話になったことないね、マジでむずい4人でしょ合わせに行くわ、合わせに行く、あ、じゃあ私の意見じゃない、あなた何ができるの、あなたの意見なの、私の意見じゃないやつを書く、あ、じゃないやつ、じゃあ私も合わせに行くわ、人に合わせに行く、桜井さんにするよ、桜井さん、え、何、桜井さん、桜井さんがやるなら、桜井さんスポーツするの、1000え、何決めつけ、桜井さんスポーツ1000 知らん、そんな話したこともないけど1000やろ、私ね、じゃあね、じゃあ、え、誰、え、待って、私結構リアルにした、リアル、マジでリアル、じゃあリアルにする、うん、一番する可能性ありそうなやつ、そうそうそう、一番可能性あるやつにした、お、出た、あーもうバラバラだ、ボーリングしたいてかしたよね、したい、あ、したね、したでしょ、ボーリングしたい、私の気持ちの中でボーリングがスポーツのカテゴリーに入ってなかったかもしれない、あ、マジで、あ、バミトントンいいね、そう、ゆいちゃんがバミトントンってめっちゃ言ってんの覚えてたけど言う、ね、そうだね、バミトントンも好きだわ、ちょっとやっぱブブがスポーツの話しなさすぎて、うん、合わなかった、これは次だ、桜井さんスポーツせんのか、せん、せん、せんやろ水泳はするでしょ、でもさすがに顔なしが泳ぐからです、それは、あー、え、自分なりの一つ絞るなら、え、自分なりの、え、え、私、あ、待って、昔の名前、ちょっと出たやつを書きました、昔の名前書いて、まあ、いいや、昔の名前ちょっと待って、え、待って、自分がしたとこってこと、もう違うのが確定したんだからね、ブクガでしたとこってこと、あ、間違えた、え、じゃあもう全然違う、いや、もう何でも、何でも、いや、おろ、いや、やおろよろず、違う、やおよろず、え、あらゆる日本のと、日本の言えばにしちゃった、いや、多分違う、これ多分ね、捨て物です、はい合わない、はぁね、わかる、そう、昔の名前でもラインキューブ渋谷だなって思った、わかる、コンサート会場、東京ドーム、東京ドームも迷ったね、かぶどう、コンサートって言われるとなんかその辺の感じがあるよね、うん、ライブじゃなくて、次です、はい、次、え、え、無言、みんな何何今あれ、ヘッドホンしてる私今何アイドル、アイドル、アイドル、アイドルグループといえば、え、待って待って、どうする、まあいっか、できた、え、はい、あそういうこと、僕が可愛いバージョンって書いてモーニング娘だよ、迷ったけどちょっと日本の地名が入ってるという点でこちらに軍配が上がった、あーあそれはちょっと難しいな、ブクガか、なるほどね、なるほどね、可愛いバージョン、そういう感じ、そういう、そういうバイブスの持っていき方そういう感じ、ね、あ、合わないよ、合わないよ、合わせなきゃ、次です、はい、次合いますいや、わかんないじゃん、音楽室にあるやつか、クラシック音楽ね、あ、まなそうだな、これ有名なのでもめちゃ選択肢あるやん、ね、え、でもなんかさ、といえばみたいなとこない、いや、マジで三択はあるよ、マジであるね、うん、本当一番この人がセンターだと思ってた、センターとかないから、センターうわあ、ショパン、ベートーベンもあるね、ベートーベンだよね、そうね、モーツァルトかショパンかベートーベン、全部出たわ、バッハ、バッハだな、むずい、ベートーベンが一番あれだと思ってたわ、センターメジャーはい、次です、
いや待ってくれ、いやこれは誰に寄せるか、誰に寄せるかよ、来た来た来た、え待って誰に寄せてんの、えねえみんな、ええみんな、あうちらといえば、うちらといえばじゃないの、オッケー、なんだっけあれ、いやこれ来たんじゃない、あれ漢字これだっけ、これで終わりにしよう、でも好きなジブリで最終回を迎えるのちょっと可愛いね、可愛い、いや悪いでしょこれ、よしどうなの、はいどうぞ、あきたきたきた、終わった桜井さんも好きだから、ね、セントシエルの神隠し、やっぱりそうだありがとう顔なし、ありがとう顔なし、私たちの心をつなげてくれてきたやったー、もう1問目で余裕じゃんと思ったらね、意外とね、意外とね、そうなのよ、難しかった、ラスト1問いいでしょう、はいいいでしょう、ナウオフエアといえば、ナウオフエアといえば、ナウオフエアといえばバラバラだねえ、私のお二郎書いてる人いるでしょう私パクったねえ、私のお二郎書いても分かるよ、お二郎、お二郎出てくるよ、お二郎だよね、キュッキュッキュッあれ名物コーナーじゃないの、まあね、毎回一番やってるよ、やろ、あれ一押しのコーナーでしょ今日ないんだけどね、今日ちょっと削られちゃったけどあれ一押しコーナーでしょ、一押しコーナーね、そう、あなたって誰なんか誰だろう、視聴者のってこと、視聴者かな、視聴者だ ね、 そうね、お題をねいただいたりしてるからね、そうだよ、みんなで作り上げてる、みんなで作り上げてね、全9問だったみたいだよ、9問で一致した、おあ意外と早く終わったなね、うん、でもまあジブリで終わらせようとして絶対問題くれたよ、いつ行きたかったなマジで行けたよあれ、私バスルームの失態ずっと引きずってたもう忘れてたよ、あれだもんね、もうさユリのこと言えないもんね、言え言えだよ、悲しみの小指の話もでき、悲しみの小指悲しみの小指の話、悲しみの小指も悲しい悲しいよ言えないわこれは心が一つになったということで、はい、ということで MBG シンクシンクシンクでした、次のコーナーは MC 決め対決です、前回のキャット&チョコレートで勝利した和田の持ち込みゲーム企画です、和田お願いします、はい、私が持ち込んだのはこちらのハーっていうゲームです、題してハーっていう服が、ハー私たちがやるからハーっていう服がね、そうですね、ハーっていう服がだねこれはゆいちゃんと小翔二がこの間のイベントで2人でやってたよね、そうなんですよ、2人でした、でもね2だったよねその時やったのが、うん、このゲームのオリジナルのやつだから、これは無印です ね、 ね、また違うやつが出てくるよゆいちゃん、楽しみだねいやでも2を2人っきりやったんだけどそれでもまあまあ盛り上がったのそうそうそう、でも3人以上対象なのに2人だけで盛り上がってたんじゃないかなって思ってるところもあるよ当事者だけでね、そうそう見てる面白かったよ、見てたけど、 ありがとうございますそう楽しかったの、楽しかったねはいはい、今日も楽しくやりましょうねということで、はい、ここでルールを説明します、ハーっていうゲームはハー、ニャー、好きといった短い言葉だけで感情を表現するゲームです、今回は番組独自のルールとして行います、順番は和田から和田、小翔二、矢川、井上、まず順番にお題カードを1枚引きます、お題カードはスタッフさんの方で引いてモニターに映します、アクトカードと呼ばれるアルファベットの書かれたカードを、自分で切って1枚引いてください、他のプレイヤーに見せてはいけません、お題カードにはお題となる8つの感情が書かれています、各プレイヤーはお題カードに書かれている中からアクトカードに書かれたものを身振り手振りはなしで首の上だけでその言葉を表現します、表現したら他のプレイヤーはその演技がお題カードのどの感情の表現だったかを投票します、全員の投票が終わったら正解を発表し
演技をした人は正解した人数かける1ポイント、演技の正解を当てた人にも1ポイント入ります。自分の番が終わったらアクトカードを次の人に渡してください。2周行い獲得ポイント数で1位は次回持ち込み企画、ビリは次回 MC です。ということで、はい、ルールは分かったですか？はい、自分も当てて、うん、当ててもらえたらその人が一番すごいってことだよね、うん、そうそう、当てても1点入るけど当てられるといっぱいいっぱい当ててもらうといっぱい点数が入るってことだねそういうことだねってことだね。じゃあ伝わりやすいようにした方がいい、そうだよね、うん、では早速やっていきましょうか。ではスタッフさんお題カードをお願いします。こう顔を顔見なきゃ、セリフがなくて顔だけのやつもあるんだ。いきなり顔ゲー、いきなり顔だいきなり顔これは難しいぞ。じゃあアクトカード絶対難しいじゃん。あんまり表情豊かじゃない、メガネとかあるしな。確かに。じゃあ1番引いて私だけが見ます。難しいな。なんかさ、好きな人を見る顔ととろけそうな顔とか似てるくない？ゆいちゃんは好きな人を見るとき、とろけそうな顔をするんだね。ほんとね、そういうことになっちゃうのかな。ほんとねってはい、では8つのうちのどれか、どの顔か当ててください。いきますよ、せーの。どれ？待って、難しかろうな、ね、これは。分かった気がする。分かったかな、そうだったかな。あ、間違えた。皆さんどの顔だったか回答を iPad に書いてください。はい。なんか分かったかもしれない。当ててもらえたかな。私このゲーム結構苦手かもしれないな。いや、顔は難しい、難しい、ね、いや顔難しいよ。セリフあると違うか。うん、かけた、かけましたか。かけた、はい、はい。それでは一斉にオープン。おお、あ、お、すごい、みんな C、 正解は C。 やったやった、すごくない？すごーすごい、幸先いいですね。はい、美味しい時の顔でした。美味しそうな顔できてた。美味しそうだ、嬉しい。すごい誇張された、美味しそうな顔だったから分かりやすかった顔は恥ずかしいね。確かに和田は3人正解で3ポイントでした。やったー。それでは、すごい、あ、そして当てた人にも1ポイントずつ入ります、はい、では次、保証寺のターンあげます。保証寺のターン、え、すごくない？もう3ポイントじゃん、和田。すご、私すごい、うん、あとはもうみんなのを当てるだけだ。ということで保証寺のターン、お題カードをお願いします。うわあ、さあ、感じが似てるやつが結構あるね。え、そよ風のさあってなんだろう。なんだろうね。そよ風のような、あ、効果音的な、じゃない？あ、そういうのもありな。ではいいですか、不祥事さんカードを引いてください。はい、ちょっと待って、物語、ね、難ない、これ難しいねえ、その後に続く言葉がないと分かんない。ちょっととりあえず引くね、カード。うん、引いてや、シェイ。え、ちょっと待って、マジで分からん。あ、分かった分かった分かった。いけますか？うん、いける、いけます。はい、では3、2、1、はい、そう。え、あー、あるね、それね。あ、待って、むずない？え、むずい、細、二択消すんですよね、これね。二択だよ。でもね、なんかね、ゆいね、私のやつ当ててくんないのよ、全然私はゆいのやつわかるのに、いつも当ててくんないの。そうだったっけ。うん、よしよし、皆さんできましたか？はい、はい。それでは回答をオープン。お、お、お、全員いいですか？全員いいです。お、正解は E。 え、
なんかできちゃうな。できちゃう。本気すぎる。演技力あるから。本気すぎるかな。え、嬉しい、やったー。嬉しいね、やったー。すごい、こんな当たるもんかね。ね、2人だったからかな。確かに。あ、確かに。2人でやった時。ということで、すごい。小障子に3点、他のメンバーに1点ずつ入ります。やったー。嬉しいなー。これ、面白いね。面白くない？でしょ？面白いよね。面白い、面白い。ということで、次は葵ちゃんのターンです。お題カードをお願いします。はあ、おあ、これ手つけちゃいそうになる ね。そうだね。こうやっとかなきゃいけない。拳が出ちゃうわ。なんかさ、でもさ、意外とさ、まだうちら難しいやつが出てない気がする。そうだね。聞いた？これ面白いね。行きました。行きました。行きました。行きそう。難しいな。では葵ちゃんの演技まで3、2、1。はい、頑張れ。難しいな、これ。本当に？本当に？本当にって何？本当に？もう一回見てもいい？もう一回、もう一回いただきたい。頑張れ。かけました。はい。それでは、はい、回答をオープン。おえー、あー、バラバラ。B 何だったっけ？軽い。軽く。H は何？ H 何？何だろう。辛いけどみたいな。あーね、それな。それもちょっと思った。正解は G です。G って何？ G 何？色っぽく。足りない。それちゃうわ。ちょっと色気が足りなかったわ。どうだよ。色気が足りなかったわ。どこだよ。はぁ、伝わんなかった。私も B か H だと思った。これはひどいな。軽く、いやなんか軽くはないよ。ということで、このターンは全員0ポイント。やばい。まあでも多分さっきまでがすごなんか良かっただけだけどね。そうだね。基本ゼロだよやっぱ。難しいもんこのゲーム。でも色っぽくはむずいね。むずかった。色っぽく頑張れでしょ。やったことないもんそんな。色っぽく頑張れ。色っぽくなんて。それでは次はゆいちゃんのターンです。はい。お題カードをお願いします。おお、ほー。これ結構熱いもの。いやでも簡単だからこそ試されそう。いきますよ。はいはい。オッケー。オッケー。そんないけるすぐ。余裕な顔してるじゃん。いや。え？いや一緒。いける？いけます。ではゆいちゃんの演技まで3、2、1。はい。ふう。でももう一回、もう一回、もう一回。うん。わかった。うん、マジで。マジ。うん、2個ぐらいあるわ。あーでも、あーそっか、どっちかね。あー難しいね。いや難しいよ、2個あるんよ。2個あるんだよね。ちょっとあれに出るわ。これだったらいいなってやつにするわ。いいな。じゃあこっちかな。回答を一斉にオープン。わー、バラバラになった。割れた。 A は疲れて、 D は課題が終わってる。いやそれも迷った。F はお風呂上がりの風。あーね、正解は A でした。おー、やったー。疲れて風。確かに全部あり得るやつだったね。ね、そう、なんか課題もさ疲れるじゃん。そう、確かに、うん、その中のあの達成感を探したらなかったから A にした。ね、なんかさ決断の速さが A だったよね。そうなの。いけますみたいなやつが。あ、確かに確かに。そう、でもなんか D だったらいいなって思って。いいな。D だったらいいなって思ったんだよね。その気持ちわかるよ。わかってくれた。わかるわかる。マダリンが。ということで今回は私とゆいちゃんに1ポイントずつ入りました。はい、はい、正解は A でした。あ、A なんだ。うわ、
F って何だった？ジェットコースター。そんなドン引きして乗るん？いいです。やったー、よかった、すごい。これ伝わらんかった、ちょっとショックやった大丈夫A です。よかったやったー。お、これは逆転なのでは。あれ、和田以外同点じゃない？え、あ、かも。和田9点、小庄寺7点、葵ちゃん7点、ゆいちゃん7点で和田凛の優勝おー、でもこれビリ決めないとダメなんじゃない？あ、そっか、あ、そっか、うん、サドンです。サドンです。はい、小庄寺のターン、お題をお願いします。来い来い来い。名前、あ、私の名前か。ほわいいねいいね、おもろ。いけますか？あ、気持ち作ってるね。待って、これね、かぶるのよ、うん、かぶるのよ。では 3,2,1。 小庄寺めぐみですわかった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 。回答をオープン。あ、おー、あ、 C です。やー今のめっちゃ悪役だった小庄寺めぐみです、ね、影だったもん半分、ね、でしょちょっとあの悠々白書っぽくしてみた、はい、続いてはおいちゃんのターン、お題をお願いします。難しい、表情のみ難しい、見えないじゃん全然。3,2,1 わかったわかったわかった、これかな。回答をオープン。あ、壊れちゃった。フンガーしてなかった、うん、してた。小庄寺、小庄寺は何だった？臭いぞいや、おいよくさ、臭いって言わない。それはそれはちょっとちゃう。おいよく臭いって言うなんか臭いって言う時葵だったからはいはい、じゃあ正解をオープン、はい、いいです。やったやった間違えちゃった。こっちやりたかった確かにね。ではゆいちゃんのターン、お題をお願いします。これできそうじゃない？結構、うん、できるかな私ずっとなんかシンプルだけどむずいやつだそうだね。3,2,1。いやー、はいはい、あー、はい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 、いやー、ちょっと自分でもしっくりきてないな回答をオープン。うわー、待って待って、いいってなんだった？いいはごまかす。あー、小庄寺なんだった？断るとき、あー、お願いを。やんわりだったね。正解は D のお化けを見て嫌だった。あれ、違うよ。だってお化けを見て嫌って分かんなくない？いやーじゃないの、そっち、それキャーじゃないねゼロです。ゼロゼロゼロでしてなかったねということで、小庄寺と葵ちゃんは並んだけどビリが決まりました。え、またやばい最下位はゆいちゃ ん、一生この席やん。本当だね、本当だ、なんで。次回もみんなこの席だね。 MC だよ私は。ゆいちゃん MC 担当で、ゆいちゃんがどんどん MC 上手くなっていくシステム。上手くなるかないや、めっちゃ面白かったね。面白かった、いや、むずいわこれね、普通にパーティーとかでしょ。するそうだねはい、以上ハーっていう僕画でした。はい、というわけで第8回目が終わりましたが、どうでしたか？なんかすごいいっぱい声出したみたいでちょっと喉枯れたすごいわかる久々にこんなさ喋った感じした。確かにね、ゲームも盛り上がりましたし ね、うん、たくさん笑いました、うん、ダンスはマジで多分大変だった。何回か見ると思う本当に今日まず3回見ると思う。いや、やばかったね。いや、そうだねあ、いや、めちゃくちゃおもろかったわ。そうだね、ダンスで笑いすぎたんだ。でも結構疲れてるもんね。はい、また負けて私 MC ですしそれではまた次回をお楽しみに。ありがとうございました。バイバーイ。 バイバーイ。